こちらのポスト、これより作戦を開始する。2045のコスプレをさせてもらいました。こちらな感じです。こちらはね、武器は、まあ、本物ではないなんですけど、あの坂東さんが使ってるの武器らしくて、たまたまちょっとね、これでちょっと遊びました。で今回もうコスプレイヤーとしてちょっとね、イラストを演じしたいと思います。イリュウさんからの3枚のこちらのイラストの方にリアルな感じでコスプレでやってみたいと思います。わーい、ね、コスプレイヤーってまあただやっぱり着るものだけじゃなくて、もう演じてることだと思うし、でやっぱりこのイラストの同じポーズと同じ表現が本当できるかどうかの自分のコスプレとしてをチャレンジしたいと思います。頑張ります。では今から一番最初のイラストをちょっと演じしてみたいと思います。頑張ります。これもねシンプルなんだけど、その後フォトショップでこれを色のワード描いたりとか、色のワードっていうかスーツを描いたりとかします。うん、高さはねちょっと間違ってるとかする気がする。あとお腹、彼女はね私よりは遅いから、もっとこのギュッてこの綺麗なワインもちょっとね見たいなって思う。うん、これが一番違う、やっぱり一番最後で撮ってたやつだね。これどうだったかな。やっぱり気になるな。いつもお世話になってるのカメラマンさんを紹介したいと思います。大丈夫ですか。はい、しおんさんです。はい、しおんさんです。はい、カメラマンどうぞ。ダダン、かっこいい、かっこいいというか目が痛そう。痛くない、バートさん。しおんさん、はい、撮っていいよ、撮っていいから、本当に撮ってないわけよ。やめね。はい、ということでいつもね、自分の部屋の中にも撮影してもらって、誰がね彼氏だと思われたなんですけど、うん、スインプラネットのカメラマンさんです。こんな過去でもう皆さんが分かってるということなので、もう心配ないでしょうかって思います。大丈夫ですか。でもいつもね、そうゲームとかもね、やってる時に一緒にゲームしたりとか、今もこの格好っていうか、なんだろうね、水のやつが、バートさんの演じしてもらってるんですけど、撮影続けますか。はい、お願いします。あ、いや違う。こんな感じで。もう引っ張るのイメージが。なんか、入れる？違う。いや、多分書いた方がいいと思う。はい、チェックしてみましょう。方がいい。ちょっとね。あ、これがまだ一番近い感じする。腕はね、顔の近い、すごく。感じは知ってるんですね。で、ここはちょっと空いてるの。スペースをしなくちゃいけないから、こうでも顔の近くの目の前でさ、でプラスはね、なんかやっぱりお腹ね結構フォーしなくちゃいけないから、うわー、きつかったんだけど、一番好きな写真かもしれないんですよこれ。イエイ。で次、立ちこまー。 あれもう誰も出てこないな。
でも合ってると思いますよ。座り方ね、難しいんだけど。おー、いい感じ。いい感じ。ちょっとね、お尻痛くなるぐらいのポーズなんだけど、うんうん、もうちょっとだけやってみよう。ミッション完璧。はい、完了しました。皆さんはどうでしょうか。はい、でこの完成してたの写真はね、どうせも見せたいので、もう今から、はい、したいと思います。1番目ポン。どうですか。結構ポージングはね、意外と難しいと思うんですよ。レアさんがねやるとそれでわかると思うんですけど、皆さんどうですか、これ。いい感じですか。はい、2番目ポン。今頭を読んでるふりしてる。もしかしたら本当読んでるのね、もとこちゃんはね、本当読んでるんですけど。はい、まあいい感じだったんですね。はい、で3番目は最後こちらです。ポン。これ一番難しい。私 まだこのままにしてるんだけど、皆さんがどれが一番好きですか、ぜひコメントの方に書いてください。よろしくお願いします。で個人的はまだ何も言えないなんですけど、ツイッターの方にもちょっと書いてみたいと思います。このイラストが永遠に残すための新しいプロジェクトが発表したいと思います。こちらのアニクさんです。ポポン。これはね、素晴らしいプロジェクトで、なんかずっとどうしてもね、やっぱり20年でねかかってもこのイラスト欲しいなと思って、私のパートナーになりたいとかって思う方はね、ぜひこちらの新プロジェクトをチェックしてみてください。結構いいと思いますし、正直はね、自分もなりたいなって思って、 3番目っていうか3番目のイラストがね、結構気に入るなので。はい、ということで皆さんはどうと思いますか。いい感じでしたか。はい、よかったらぜひコメントの方に書いてみてください。あとはいいねボタンを押してチャンネル登録を忘れないでください。またよろしく。チャオ。